なってる。わあ、すごい。Very clear and beautiful. It's lovely. Hello, I'm Maithili, your navigator. Today I've come to Sumida City, Tokyo. Sumida Ward is a special ward located in the eastern part of the wards of Tokyo. Many factories have been located since ancient times, and it has developed as a downtown area. However, since the opening of Tokyo Skytree in 2012, further development. The old town meets the new facilities. It's a very interesting area.Today at the town factories, which is said to be a symbol of Sumida City, we're gonna go to a painting factory. They're thinking of new things and trying new ideas. Okay, so now we're gonna go inside. Wow, there's so many boxes. Wow, it says, welcome, my name, very nice. Let's go inside.Hello, konnichiwa! I'm here to have a great look at the factory. すごい綺麗ですね。これ、塗装でいろいろやってますか？そうなんです。これ全部塗装で。すごい。そう。作業する前に、はい、色を足したり、濃くしたり、薄くしたり、絵のことでやって、まあ、色を作る場所としてここで。はい、で、こちらのブースなんですけれども、製品の量産をたくさん作る前の試作をここで作っていく、はい、あそこで塗料を作った後にここで塗っていくっていう大きい場所ですね、ここ。そうですね、ここがブースでここで吸ってるんですけれども、こうやってここからスプレーで吹くので。へぇ、はい、で、いろんなスプレーっていうことですか？そうです、スプレーがですね。で、これがあの上下に左右に動いて、こうスプレーで物を塗っていくっていう。すごい。半自動塗装機って呼ばれてまして、あのこの動く塗り方をこれが覚えてくれる。すごい、はい、このデータを量産ってたくさん作るときにそのまま移動してたくさん作るときに使うデータ、はい、早速じゃあ塗ってるところを見てみます。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらです。今日は何を作るんですか？タンブラーグラスです、ね。はい、グラデーション塗装を楽しみにしています。はい、もう始まるの、すごい。片面の方から塗っていきます。はい、今度もう片面イエロー。イエロー、すごい。素敵。乾かすのがどれぐらいかかりますか？約30分。後ろの乾燥ボール。おー、 Very clear and beautiful. It's lovely.ありがとうございました、はい、すごい、いろんな色も使ってますかね。ありがとうございます。こちらはですね、塗り方的に、こういうつぶつぶな付け方でこういう模様を作って、ラメとか入れたりですね、で、一つの色だけじゃなくて、なんかこことかすごい2つも使ってる。で、そのグラデーションの塗り方っていうのはすごい得意なので。本当に綺麗です。 ありがとうございますで、このグラスの塗料っていうのが、あの口に入っても大丈夫な、食洗機で洗って塗装剥がれないようにいろいろテストやって、まあ、あの3000回は食器の方でクリアができる。グラスだけじゃなくて、ここの化粧品も使ってますか？そうですね、化粧品の、はい、容器もたくさんちょっと塗らせていただいてて、で、こちらあの定着って言われているもので、まあ、塗装も関わるんですけれども、定着釜っていうところに入れて、で、その錫とかですね、そういったものを溶かして、あの綿目みたいにこういう模様にして出てくる。その上にこう塗装を重ねると、この金色になったり、メタリックな感じの色になったり、もう金も銀もそういった色の再現ができるので。銀から作ったかなと思ったこれこちらはあのチタン飛ばしてる、ちょっと高級感が出るので、でこちらの方は中を塗ってるんですよ、外では、だからいろんな塗り方でいろんな模様と色とそういったものは、ここはちょっとグラス中心で置いてます。これは何ですか？はい、こちらはですね、本物の魚の皮。本当の魚ですか？そうなんです。魚のこの本当の皮を魚の色に再現して、自分らでこう塗装の
色を塗って再現して、こっちはタイですね。タイのこの元々の皮をこういった色を塗装で。おお、これも塗ってますか。はい、これはもう最近ちょっとコスプレイヤーさんの方といろいろコラボさせていただいてて、こういったコスプレイヤーさんが作った剣を、はい、うちでこういうふうに塗るとこういうふうな光沢を出して、ちょっとリアルっぽく艶の出る感じの塗装だったり。あとはこういった絵とかは、額もこれちょっとメタリックウェーブって言って塗料を泳がせて模様を作ってる、はい、いろんなものをしてますかね。素材もいろんな、もうゴムから革とかプラスチック、はい、もういろんなものに塗装するので、そういったもういろいろ塗ってますね。すごい、そんな興味持っていただけるのでありがとうございますこれなんですか。あ、はい、こちらはちょっと特殊な抗菌剤を弊社でちょっと作っておりまして、コスプレ専用というふうに書いてあるんですけれども、この抗菌剤を吹くと菌ですね、さまざまな菌と、はい、あと匂いとカビにすごくよく効くので、あと最近やっぱりウイルスとか菌に対して、そうですね、今このテレビアニメのすごい出てもう商品化されててですね、すごい可愛い、可愛いありがたい話でいろんなボトルも、ね、天然成分を使っているので自然界にあるもの、効果が持続するっていうのが特徴。一度吹いてすごく長く。あちらはキャンプ用ですね。あ、キャンプにも。キャンプもやっぱりアルコール持っていくのもちょっと大変なので、あとテントとかカビとか生えないように。はい、こんな感じ？あ、はい。キャップです。キャップ。こういった柄を作っていただこうと思いまして。はい。そう、おー、綺麗緑も使う。これなんていう名前のデザインですかね。粒吹き塗装に近いものにはなるんですけれども、はいはい、世界に一つしかないこのデザインになるの、下まで行っちゃったこれはい、一応終わりました。どうですかこれはどういったテーマでわからないけど結構綺麗だなと思ってる。3色の色合いもすごく性的で、はい、すごくいいと思います、うん、はい、今日はもう一個体験をしてもらいたい、はい、スプレーガンの方が、はい、ここのトリガーを目いっぱい、はい、奥まで、はい、奥までこういう形で、はい、やってみましょう。やりましょう。はい、はい、やってみます。はい、お願いします。もうちょっと。おー、なってる。わー、すごい。This is very fast。これはどうですか？ここがまだ塗られてない。どうですか？綺麗にできてますか？になってますね、ちゃんと、はい、楽しかった黒の色も本当に綺麗に見える。今回使った塗料がもともとメタリック、あ、メタリック塗料に、黒色を混ぜた塗料を今回使っているので、そうですね、ガラスとメタリックの、すごい、すごい、初めてにはすごくお上手。そうですか、よかった。 So this is the one I made and this is what he made. I think they both look really good. Please tell me they look good. So now I will interview Mr. Sasai about his painting factory. これは何ですか？あちらのラボで見ていただいたものをたくさん大量に作る装置で、ここにピンが立ってて、うん、その上にワーク、はい、グラスとかがこうダーって量産する装置ですね。で、その量産する際にやっぱりすごくシンナーとか有機溶剤吹くので、この中に入れてですね、あそこですか、はい、あそこで水の中に閉じ込めて匂いとか有機溶剤を外に出さない装置になってます。多層の魅力を教えてください。あ、日常生活でも色をつくところで様々なところで塗装っていうのはありまして、うん、で、まあ、加色、色を鮮やかにする先ほどのグラスだったりとか、はい、そうなんですけど、機能性っていうところで例えば光を遮断したりだとか熱を持たないようにしたり、ガラスだけじゃなくていろんなものに使ってますよね。そうですね、はい、そういうところはちょっと魅力的ですね、やっぱり、うん、お土産屋さんでよく
いろんなキーホルダーとかお皿とか、そうですね、いろんなおちょことかですね、切り子のグラスだとか、そうですね、漆塗装とかもやってて、それでちょっと海外の方にも喜ばれる。そうですね、私も多分買ったことありますよ。笹井さんは、はい、新しくいろんなチャレンジしたいものってありますか？はい、その有機溶剤の排出の問題が一番ちょっとネックになってまして、はい、やっぱ匂いだとかですね、そうですね、 VOC の問題をその処理する装置にすごく力を入れてまして、はいはい、でそれをまずいろんなところで役に立てる、あと塗装業界だけじゃなくて塗装に関わるものとの連携で、はい、例えばさっきあの県見ていただいたあのコスプレイヤーさんの、はい、そういったところに、優しい、まあ、環境にいい塗料や塗り方で、はい、いいものづくりをこうしていったり、若い方にこう塗る技術を伝えたりして、はい、あと楽しく盛り上がってやっていけたらっていうところで、笹井さんは面白いイベントいろいろやってるんですよね、はい、聞いたんですけど、うちのその安全な塗料で、はい、その水鉄砲で打ってその T シャツを塗って自分たちの柄で、で自分たちでこう作るっていうイベントをやったりとか、夢って何ですか？はい、今の夢はですね、こちらの墨田区八広なんですけれども、はい、すごく町工場が多くて、はい、でものづくりが盛んなところで、で我々はその塗装を塗ってるんですけれども、はい、ちょっと宝箱を作ってる会社じゃないんですけど、で要は、この墨田区八広でいろんなものを自分たちで作って、はい、それをコスプレイヤーさんたちが自分らで作ってきて、その中でこう町中をいろんなところを歩き回ったり、スタンプラリーですね、みんなこうつながっていって、なんか街を活性化していきたいなっていうのが、いろんなねイベントも考えてるので、はい、もう海外の方もいらっしゃった時には墨田区でものづくりを体験してそれを着て、で歩き回って冒険してもらえれば楽しいかな。本当に楽しそうだと思います。いつぐらいにやる予定ですか？そうですね、もう来年ぐらいにはスタートもうすぐですね。